皆さんはじめまして、私レック専任講師根本昌司と申します。ここでは私が担当するこの新前日参加講座、ここの説明をしていこうと思います。この私の担当するコース、これは初学者を対象にしたゼロから教えるコースです。どういう受講生がいるかといいますと、メインは完全な初学者、全く法律やったことも全くないという方がメインです。ですが約4分の1ほど、年によっては3分の1ほど、何らかの学習経験のある方がいらっしゃいます。でどんな学習経験がある方かと具体的に言いますと、一旦勉強はしたんだけどほとんど復習しないまま本試験に行ったと、で本試験に戦えなかったという方、勉強はしたんだけどちょっと途中うまくいかなかったという方、一回勉強はした、でそこそこ復習もした、でも一般的な2年目コースではなく前日専門家講座を選択したと、例えばこの方は受験回数2回ある状態で新前日専門家講座を選択しました。初級講座をあえて選択してるんです。ではなぜそういった方がいるんでしょう。それはこの前日専門家講座、いろんな特徴があり、それが1回学習経験をした人に刺さるんです。1つ目はインプットの回数が多いんです。初めて勉強するときはインプットの回数は少なければ少ないほどいいと思って講座を選択するんですよ。でも一旦勉強を始めると、もっと聞きたい、もっと詳しく説明聞きたいとなるのが通常なんですね。既存のインプット講座と比べてこの前日専門家講座は約 1.5 倍の回数があります。この 1.5 倍の回数があるというのは 1.5 倍詰め込みたいというよりも、詰め込む量は 1.2 倍、 1.3 倍ぐらい。でも趣旨、理由付け、イメージなので丁寧にしっかりと説明したい、そういう要素の方が強いんです。具体的に言いましょう。企業再編、これ会社法だけで4回行います。合併だけで2回、交換で1回、分割で1回、全部で会社法だけで4回行います。でその後は別に商業登記でまた復習します。難解な企業再編、短くやろうとするから余計混乱します。しっかりやれば企業再編は理解ができるんです。また受験生が苦しむ民事訴訟、これも全部で19回あります。民事保全法だけで1回ちょっと講義をしています。このようにこちら分量というよりも本当に丁寧にしっかりと説明したい、それが1回勉強した人の脳に刺さるんです。次の特徴です。過去問を解説する講座があるということです。過去問が大切だと言っても、基本的には過去問は自分でやって自分で解説を読む、これが主流です。この前日専門家講座では34回というふうにしっかり回数を取って過去問の講座を行っています。そこでは典型的な論点、これが詰まった過去問をしっかりやり、でその上でその分野ですごく難しいもの、難しい足だけを焦点に説明をする、そういったことを行っています。その結果過去問でつまずきません。
次の特徴ですが、当連自体が年明けから6ヶ月あります。そのため、かなりの量の演習ができます。卓一の門数、棋一の門数、相当の門数が手に入ります。そしてその結果、自分の弱点などが分かるし、自分がどこを勉強しなくちゃいけないかが早い段階で分かるんです。そして次の特徴が、インプットが年内で終わるってことです。いかにいい教材であれ、やはり自分でどんだけ回したらで勝負は決まります。その回す回数が多ければ多いほどいい。つまり期間は長ければ長いほどいいはずなんです。そこで半年間準備をしています。具体的には何かと言いますと、1月から3月、ここでは過去問講座を使って復習をしていきます。そしてこの復習がしっかりできているかを当連で確認をしていきます。この当連は範囲指定がある当連です。そのため自分が過去問勉強をして理解ができているかどうか、範囲のところをしっかりやって模試を受ける。それによって自分が理解できているかどうかの確認ができます。そして4月以降はいわゆる総合模試、総合当連が3ヶ月行われます。このように早い段階から当連が始まる、それもこの講座の一つの売りです。そして次に、いろいろ学習のやり方を指示します。相当細かく指示します。年内の学習ではほぼどの時点で何をやればいいかはまず迷いません。科目ごとにこのようなスケジュール表をお配りします。この科目ではこういうふうに勉強していってほしい、このタイミングでこれをやってほしいということを言います。また前の科目の復習についても、このタイミングでここをやってほしいということを細かく指示します。前の科目の復習、やってくれと言っただけでやらないの分かってます。だからページを指定します。それだけでやらないのも分かってます。だから定期的にテストをします。このところに載っているもの、これがテストをするよと。6回8回12、14、18、20回でそれぞれテストをするからねと、そういった指示だと思ってください。年明けからは人によって学習進度によってやることが変わってきます。指針はもちろん示します。年内は相当細かく何をすべきかということを指示します。そしてこの講座の特徴はやはり一つは質問体制です。いろんな媒体で質問できるようにしています。まずは生講義の方であれば、講義開始前から私は教室にいます。なんでどんどん聞いてください。同時配信の方、生講義終わって30分そこから電話での質問対応をしています。やはりこの質問が多い方、実力が伸びていきます。また単純な質問だけなく、学習計画、そういった相談も載っています。通知の受講の方、インターネット上の質問サービスがあります。そこは私が回答しています。学習内容はもちろん、成績の、ね、公表、成績を発表してこのぐらいの点数でこういうふうに落としましたけど何をすればいいですかと、そういった相談にも応じています。だいたい返却としては、長くて2日短くてもだいたいその日か1日後には回答しています。こういった形でしっかりとした質問体制をとっています。気をつけてほしいことがあります。
初めてこれから勉強するんだって感覚を絶対持ってください。一度やってるんだって感覚は捨ててください。一回勉強してるんだと。だからそのね、話の導入部分はまあいいやというふうにおざなりに聞く。するとね、その導入部分って制度趣旨が詰まってるんです。導入を飛ばすってことは制度趣旨、それを飛ばすことになるんです。また理由付け、ああそれは分かってる、知識は分かってるからその理由はいいよと、そんなふうに思わないでください。一つの理由付けが他につながってきます。なので理由付けを飛ばすってこともやめてください。本当にこれからゼロから勉強するんだという感覚で講義を受講してください。以上で私が担当する全日制音楽講座、学習経験者どう活用すればいいかという指針を今示しました。他にもいろいろお伝えしたいことがあります。ぜひレックの窓口に電話にアクセスしてみてください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。